今月7日の朝、八代市の信号機のない横断歩道で登校中の男子児童が軽乗用車にはねられました。頭を切るなどの大けがをした男子児童は手を挙げながら横断歩道を渡っていたとみられます。このニュースを見た視聴者から RKK に情報が寄せられました。事故現場の横断歩道の線が薄いと感じました。国道3号にも線が消えているところが多くあります。そこで早速調べることに。実際に3号線を走って見ていきたいと思います。ここも結構厳しいですね。ここほとんど見えない。見えですね。ここもう分かんない。分かんないですね。車内から見ると横断歩道があるのか判別が難しい場所が。車から降りてみてもご覧のように横断歩道を見てみると一部が消えていて見えづらい状況になっています。同じような場所は他にも。ここは幼稚園も近くにある熊本市中央区の道路です。信号機のない横断歩道の白線は消え、近くに横断歩道があることを示す表示も消えています。補修はどうしているのか、横断歩道や停止線を管理する警察に話を聞きました。明らかに摩耗が激しくなっているところだったり、交通事故が発生しているところ、また通学路であったりするようなところにつきましては、優先的にまた計画的に補修を行っているところです。県内にある横断歩道はおよそ1万6000箇所。しかし、1年間で補修できるのはおよそ1500箇所にとどまるといいます。単純に計算すると補修はおよそ10年に一度。そこで警察は白いスプレーで塗るなど応急的な処置をしているということで、県民にも情報提供を呼びかけています。横断歩道が薄くなっているようなところを、見つけられた際にはですね、最寄りの警察署の交通課の窓口の方まで、情報提供していただければと思っております。